れの時間になりました。はい、この後日本放送1時からは先ほどもお二人スタジオに遊びに来てくれましたが、はい、サンドウィッチマンさんのザ・ラジオショーサタデーでお楽しみください。はい、今週は本邪魔家の石塚秀彦さん、さらに日本放送ナイツザ・ラジオショーの水曜パートナーでもおなじみのメイプル超合金の安藤夏さんがゲストです。はい、今日もね、まあこの長子率週間ということでゲスト久本来ていただきましたけど、本当に本当に明るくていいよね。はい、最高でしたね。何も変われへん、普通の通りやね。うん、それでまたこういう時の先輩ってみんな後輩はどう思ってんのかと思うけど、サンドもちょっとおいでよあんたたちって一緒に喋ろうよっていう本番前に挨拶来ただけなのに、はい、ああいう時断られ、水曜日のダウンタウンでやってたけど、痛い先輩になんかさ、なんか誘われたら断られへんっていうのやってた。ああいうのやったらどうなんだろうな。ダントツ1位かな、私。痛い先輩っていうの。いや、私。痛くはないわな、別に。ごめんなさい、独り言ですか？どうしました？ま、ラジオ通して。いえ、まあ、皆さん。梅雨ということでお天気に激しく変わりますけども、体調にはくれぐれも気をつけて、そして毎週言っておりますが、どうぞ穏やかな気持ちでこの週末をお過ごしください。和田アキ子でした。秋山田梨でした。じゃあ来週までお元気で、さようなら。